赤名峠、赤名峠は、島根県伊南町と広島県三寺市とを結ぶ峠である。北側が、島根県伊市郡伊南町上赤名。南側が、広島県三寺市府の町横谷。中国山地の分水嶺をなしており、北側に悲川、水系神戸川、南側に河野川水系府の川が流れている。地質は、流門岩、高田流門岩が主体。 断層帯あるいは破砕帯で、科学的風化によって侵食され、周囲より低くなったことで、峠ができたと考えられている。日本百名峠の一つ。古代から、出雲地方と貧乏地方を結んでいた洋路であった。旧道の峠道は、地元民から、明治の道あるいは、大曲りと呼ばれ、峠にはそれぞれ国境の石踏みが混流されている。ただ、降雪で閉ざされることもある。 旧道派ともすれば交通、生活、文化を閉塞させていた。現在は国道54号、赤名トンネルがその役割を担っている。天平五年七百三十三年完成した出雲国風土記には以下の記載がある。とは、残作、城の堀や柵や垣根を意味する。つまり、出雲国因子軍の軍家から八十一里のところに、 三坂というビンゴ国三次軍との境があり常に、席が設けられていた、という内容である。この三坂がこの峠であり、古代から、席が設けられ、出雲とビンゴとの通行を取り締まっていた。柿の本の人丸がこの峠を通り現在の島根県、三里町ゆかへえて終焉を遂げたとする説を、斎藤吉が唱えている。中世、この峠の北側は、赤なそうといい、少なくとも、 平安時代中頃には、岩清水、八幡宮の荘園であった。つまり中世での名は、赤名であった。後赤名層を、赤名氏が、峠の南側は、三好氏が、国人領主として支配した。西友当初は、甘支配下にあり、天腰による大内支配下の毛利氏への侵攻、吉田軍山城の戦いの際にこの峠を越えて、攻め入ったと言われている。三好氏は、 大内支配下の毛利氏につき、周辺その他の豪族も大内氏につく中、赤名氏は最後まで天腰に従った。天文11年、1542年大内氏が天腰へ進行、第一次合算と打城の戦い、大内氏に従って毛利氏が、そして三好氏も従軍した。その前哨戦となった赤名城での戦いの中で、三好博隆が、 赤な高世と顔を合わせ一気打ちを挑んだ。毛利氏による天古志振第二次合算戸田城の戦いの際にもこの峠を越えて攻め入ったと言われている。近世、北側が松江藩の市藩にあたる広瀬藩、南側が広島藩一時期はその市藩にあたる三次藩の領地となり、峠は藩境となった。特にこの峠道は1607から8年頃以後に、 岩見銀山奉行、大久保長安によって再整備されたと言われている。これは、幕府直轄となった銀山から天候に左右されず、安全に銀を運ぶ手段として、回路輸送から陸路輸送に切り替えることになり、銀山から尾道までの街道、岩見銀山街道を整備したという。寛永10年、1633年広島藩は、この道を感動に指定し、宿駅。 一律家など整備しなを、雲石街道と称した。反社会に石碑を建てたのもこの時である。出雲藩の正式故障は不明であるが、現在島根県が公開している資料では、新寺尾道街道、銀山街道としている。漢文年間、1661年から1673年、頃、赤名から赤名に名が変わったという。岩見、出雲、新寺、貧乏、 尾道からの街道が交わる赤名宿は交通の要所として発展した。この峠は銀山街道の最高所であり、街道の中での難所中の難所であった。銀は御用貨物で、毎年旧暦11月にスケゴつまり雪の降る中で各村は人馬を無償で借り出された。さらに赤な峠での運搬は、船のものは事実上免除され、 赤名の者が三時まで運ばなければならなかったことから、相当な負担であった。この待遇に、赤名方面二十一村を代表して、赤名の総大商屋がまず、府の商屋に訴えたが解決に至らず、さらに、文化八年、1811年、広瀬藩や民山を管轄する大森大館所へ、上申した者のみならず、同年抗議へ訴えた。この、 赤名収穫と呼ばれた訴訟は八年あるいは十年に及んだものの、結果は赤名二十一、村周辺の六内市七村にもスケが加えられただけで赤名の言い分は聞き入られなかった。また、近世中期頃から盛んになった出雲大社参りにもこの道が用いられた。現在広島美北では郷土料理としてワニ料理があるが、江戸後期から山陰側の港で、 水揚げされた深ひれを取ったサメ、和の実を街道に沿って、赤名峠を越え南側に反路を求めていったことで、定着したものと見られている。文化八年、1811年、井上忠隆が測量に訪れた記録が残る。明治に入ると、峠にあった石書は廃止となった。明治十八年、1885年道路改修が始まる。整備の一つには、 広島と松江を結ぶ軍用道路として考えられていたためでもあり、山陰側で士族反乱が起きた時に広島賃代から軍を派遣し鎮圧するの狙いであった。勾配が緩やかになり、荷車が通れる道へと改修が進み、明治二十年1887年やかな府の間の工事が完成する。これが現在、明治の道と呼ばれる旧道である。 島根川では、神寺広島街道と呼ばれていた。明治、大正期にはこの峠を王冠する、入馬者で賑わった。峠には茶屋があり、休憩に訪れる者がいたという。明治二十四年、1891年、小泉や雲が、第五高等学校英語教師に着任するため、松江からこの峠を越えて、熊本へ向かっている。日清戦争時には、 山陰から広島へ兵を招集するために用いられた。田山家隊は、気構文、日本一周の中で、三時から人力車に乗って、この峠を越え、出雲大社参りをしたとを書いている。大正七年、1918年から、乗り合いバスの通行が始まった。昭和二十六年、1951年島根。 広島両県の関係町村で赤名峠水道工事規制同盟会を結成、トンネル化に向けて動き出した。これを機に、広島松江間の国道化を要望する広島松江線国道改修規制同会が発足し、これが実り道路改修工事が進められた。トンネル工事は道路改修より先になる昭和36年、1961年、着工。 特に1964年東京オリンピックの聖火ランナーが広島から松江に向かう再経路に決まったため急ピッチで工事が進められたという。工事中である昭和38年、1963年、三ンパチ豪雪が起こる。1月10日頃から赤名峠は完全に閉鎖された。それのみならず、中国山地の道の多くは雪によって分断され、 物資の届かないまま孤立する、山間部の集落は不安にさいなまれたという。前線復旧したのは、約40日後の2月25日のことだった。この翌年になる昭和39年、1964年9月16日、赤名トンネルが開通した。その5日後になる同年9月21日、聖火ランナーは3時からトンネルを通って、島根に向かった。昭和四十年、 1965年、一般国道国道54号となる。旧道はその後荒れ果てた。2007年に岩見銀山が世界遺産に登録されたことを機に、銀山街道が注目されることになりその中で、旧道の美化が行われた。また2008年から峠を挟んだ伊南町と、府の町とで国取綱引き大会、峠の国取綱引き合戦が始まったものの、2015年、 第八回を最後に途絶えている。荒ぎ派で、府の出身の中村健吉がこの辺りの風景を読んだ、歌が刻まれた、中村健吉家碑が峠道に混流されている。また同じく荒ぎ派で友人の斉藤茂吉や平福、百水をこの峠まで見送ったこと読んだ歌を残している。柿の元の人丸研究で知られ名著、柿の元の人丸を公表した。 斎藤茂吉は一句読んでいる。人丸研究の一環としてあるいは、友人の賢吉を忍んでたびたびこの地を訪れており、少なくとも古海峠を通っている。県吉を忍んで、中国路を旅した山下道の句は、純林の中で歌を残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。